皆さんこんにちは。聖婚クラブ代表愛のお世話役久保里香です。愛の種をまき愛の花を咲かせるお手伝いをしています。はい、今日の恋のお悩み相談です。今日はなんか恋のお悩み相談というよりもなんか私宛にこんな質問が来ました。里香さんは異性にキスしたくなる時ってどんな時ですか？そうですね、この異性っていうと語弊があるんですけど、誰にでもキスしたいとは思わないので、とりあえずここは好きな人でも大丈夫でしょうか。ですね、私はですね、好きな人にキスしたくなる時、なんか例えばなんだけど、メールとか LINE とか今してるんですけど、なんかキスしたいなとかって好きな人が言ってきたりとかすると、あ、なんかちょっとしたいかもって思うかもしれないし、あとどうだろう、例えば好きな人と二人で歩いてたとして、なんとなく、そういうのってなんとなくしたくなる時っていつでもしたくなるのかなって思います。でもしたくない時っていうのはあって、なんかすごい人前とか、あ、でもなんか人前とかってどうなんですかね。最近そういえばちょっとあれなんですけど、人前ですごいキスしてる人見ちゃったんですね。ああいうの見てると、あらキスしてるとかって思うとちょっと羨ましいなとか思ったりとかもしたことあったし、基本好きな人だといつでもキスしてもいいかもと思います。なんか答えになったでしょうか。逆にどうなんですかね、男性ってどういう時に女性にキス、女性にキスっていうとおかしいですけど、なんですかね、聞きたいですね。ちょっと、はい、今日の恋のお悩み相談でした。